こんにちは、柳沢です。さて、今回なんですけれども、まあ、白にね、かかられて、挟んで、そして、三3に入られて、黒が伸びた時に、白に押して来られたら、どうすればいいか、ということについてお話をしていきます。まあ、これはですね、最も基本的な定石は、白はこちらに下がりですよね。そして、黒、桂馬で封鎖しておくと。 というのが基本定石であり、まあ、黒がね、桂馬桂馬でちょうどぴったり連携できる良い形になりますね。しかし、白にそれを邪魔されたらどうしたらいいかというのを心配に思っている方も多いと思います。ここでどう考えればいいかということなんですが、まず大事なのは、白がですね、この点を守らずにこっちに打ってきたということなんですね。本来白の一番素直な手は、ここの次で守る。 という打ち方なんですが、まあ、それをちょっと工夫して下がりで守ったわけですね。黒が出て、ま、押さえた時にちょうどこちらの断点を守っている状態にしているということですよね。というのを守らずにこっちに来たということなので、当然黒はこの白の隙をついていくということになるわけです。ここで良くないのがこの白の押しに対して後をついていくことですね。このように受けに回ってしまいますと、 まあこの辺で白に一旦次に戻られても、こう中央をね、破られてしまって、こう黒の連携が切れてしまいますよね。こちらの黒が孤立してしまいますし、中央の黒模様のスケールがだいぶ小さくなってしまいます。このように以後にはですね、受けに回る方がかえって危ないというケースが結構あります。 特に上手との対戦で取られないように一生懸命守って受けていったとしても結局危なくなるっていうことがあるんじゃないかなと思うんですけれどもどうしても囲碁には反撃をしない方が危ないっていう場面がかなり生まれます、まあ、それとはやはりですね白がここを守らずにこっちに来たのだから白の来なかった方をついていてくとこの意識がこの定石だけではなくて囲碁全般にとって大事なので。 この定石を通じてそのあたりも養っていただければなと思います。で、まあもちろん白は受けるわけですが、さてここで黒はこちら側を切るか、こちら側を切るか、まあこれ外側を切るか、内側を切るかという2択がありますで。この場合はこの内側を切る。まあこの辺の方がですね、より白地の中なので、こっちを内側と呼んでますけれども、こちらが正解となります。これじゃあまず逆側を切ってしまいますとどうなるかというと、まあこれは取られます。 ま、切った方を取れという格言もありますね。こういう断点がね、二つある場合、白としては先に切られた方を取るというのが基本ですね。さあ、そしてこうなりますと、まあ、黒はね、隅の白2子を取れたわけですが、これは黒良くないんですね。なぜかというと、手順を変えてみますと、このダイレクト33から発生する定石として、こういう打ち方がありますね。黒が二段バネしていって、白が切って取っていって、 で、黒は隅を取るというものがあります。で、そして、まあ、白はここで手抜きして他に行くのもありますが、すぐ押していくのも立派な手で、これで互角の状態となります。まあ、黒はこの後打ち続けるとしたら跳ねていくか、まあ、ここでやめて他のオーバーに回るというのもあります。しかし、先ほどの形はここで黒が、なんとこんなところに打ったというのと同じことになってるんですね。このポン抜きから押しているというすごく強い白に対して、 こんなに近くまで迫ってしまっていますし、白にね、いいところに先に打たれてしまいますし、まあこの黒石自体はもう負担になってしまいますよね。これは明らかに黒が良くない状態です。従って必ずこの内側から切るべきところとなります。で、白は切った方を取る一手ですね。まあここで先にこっちの断点を守ってしまいますと、これ2目取られて、今度は黒良しとなります。ここがポン抜きできてるかどうかがものすごい差なんですね。なので白は取っていきます。 で、黒の目的はこちらをね、切りを入れていくことですね。さあ、そしてここまで来れば、この後の手順はそんなに難しくありません。とにかくここまでの、まず白の弱点をついていくという意識。そして、こっち側から先に切って、次にこっち側の切りを入れるという、この手順までをしっかり覚えておけば、あとはそんなに間違えるところがないはずです。 さあそして次に大事な意識がですね、この黒石は取られても良いということです。じゃあ実際どうするかというと、ここで跳ねていきます。まあこれ二目の頭ですよね。で、白はこれ取れるんですけれども、黒はですね、また上から白石を当たりにしながら押さえることができます。で、白が取ってきたら何かこの辺守っておいて、これで定石完成となります。 黒はこの石を取られましたけれども、白がそのためにたくさん手をかけてくれている状態なので、そんなに大したことはありません。この取られた石はですね、十分役目を果たしたんですね。黒はこの石を捨てて、外側を見事封鎖して厚みを作ることができました。で、じゃあ白がこれ封鎖されるのが嫌で、ここに打ってきたら、 これは今度こそ引っ張って、この黒石を助けて戦っていきます。まあ、白、これね、もう絵に描いたような厚三角ですから、すでにね、黒としては形を崩すことに成功しています。で、ま、例えばね、打ち続けるとしたらこんなイメージですけれども、はい、ま、黒は、ま、自然にね、戦っていくことができますね。これで真ん中の白を攻めながら、こっち側も固まるし、左辺側もね、固まるということですね。 で、ちなみに戦いが好きな方は、ここで跳ねないですぐにこう、助けていくという打ち方もありです。で、まあ何かね、白がこう逃げてきたらこちらを受けていって、なんかこっちの方にね、何かしらくつろげてきたら黒もまたこちらを受けていってという展開になりそうです。これはこれで互角の進行なのですが、まあ、やはりね、大きい戦いに発展していくと大変なのでね、とりあえずここだけで完結させたいという場合は、やはりこの跳ねがおすすめですね。跳ねて、またこう、当てて押さえていくという打ち方ですね。 ということで最後に反対側に場所を変えておさらいしていきたいと思います。黒が伸びた時に白が押してきたら、この白の守らなかった隙をついていく。そして内側、まあ、この隅側から切っていくと。これが覚えるべき大事な手順ですね。そして反対側を切って、ここまで来ればもう大失敗するようなね、リスクはないですね。で跳ねていって、この黒は捨てても良いということですね。 で、もちろん白がここで次とかでね、打ってきたら、この当てまで効かすことができて、このように繋いでおけば、より有利な形になりますから、白は取る一手ですね。そしてこの断点を守るときには、こちら側にかけ継ぎを打つというのが基本ですね。これもし反対側にかけ継いでしまいますと、この覗きを効かされて、まあ白はすぐやるかどうかは別として、まあこの辺とかね、まあこの辺ちょっといろいろ手がありそうなんですけれども、この辺の黒字をかなり荒らしやすくなってしまいます。 必ずこっち向きに駆けつリを打ちましょう。はい。ということで今回は以上です。この動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、そしてコメントお待ちしております。そしてオンラインサロンの募集を行っておりますので、ぜひそちらも概要説明欄からチェックしていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。